はい、こんにちは、TJ です。雨なのでジャイロキャノピーに乗ってます。これぐらいのね、ちょっとした雨が一番ジャイロキャノピーが力発揮するポイントで、濡れるとしてもこの腕の端の方だけ、足はほとんど濡れません。ただね、あのリアタイヤの巻き上げがありますね。そして、ワイパー、こんな感じで少し走ってみたいと思ってます。これぐらいの雨でもヘルメットから体中ベッタベタに濡れるんですよね。それがね、ジャイロキャノピーに乗ってあげると、もう上が屋根がついているので濡れるわけがない、そんなバイクです。胴体というかボディに関してはほぼ濡れません。雨、さらに12月並みの寒さということで、グローブをするんじゃなくて雨対策、寒さ対策っていう意味で、定番のこんなものをつけてます。だいぶ雨が鬱陶しいな。これぐらいの雨が降ってると GoPro にマイクアダプターをつけて外部マイクを装着して、まあ、こうやって喋りながら走るっていうのが難しくなるんですけど、ジャイロキャノピーだと前から上から濡れることがないので、もう普通に GoPro でマイクアダプターをつけて外部マイクをつけて撮影することができます。これはポイント高いですね。ウィンドスクリーン付きのバイクもちょっと雨遮ってくれるんですけど、前の視界って水滴ですごく見づらくなるんですね。ただジャイロに関してはワイパーが付いているので、ここのスイッチ一つで視界がすっきり。まあ、車でもそうですけど、ワイパーの重要性をすごく感じます。今日はどこに向かってるかっていうと、ジャイロキャノピーに乗ってエバグリーンに買い物に行く、たったそれだけです。雨が降ってるから車で行けばいいのに、まあそこをあえてジャイロキャノピーに乗って買い出しに向かってます。エバグリーン到着です。残念ながら売ってなかったので次の店舗に向かいます。これね、ジャイロキャノピーってね、本当に思
思っている以上に濡れないんですよ。こういう原付でね、カッパを着てハンヘルで走ってる人の姿を見ると本当にかわいそうに、本当に大変だなって思います。その点ね、ジャイロキャノピーはまあ濡れないですよ。面白いですよ、ジャイロキャノピー。